その悔しいのを多分超えてるところにいるんだろうなっていう。いやでも悔しかったですね。何ですかね、久しぶりに悔しくて泣いたなって、うん、泣いた。はい、こう控え室の中で自分でも分かってたんですけど、うん、泣いてどうするって思ってたんですけど、うん、でも次のこと考えながら今日何がダメだった、これがダメだったって口で言いながらもうずっと涙止まんなかったですね。その涙は自分の演技ができなかったのかファイナルに行けなかったかといろいろあると思うんですが。でも最初はファイナルに行けないと思ってました。あ、そうですか。はい。その権利を得た時の心境はどうだったんですか。いや特に変わんなかったですね。変わんなかった。悔しさも全然紛らわなかったし、うん、はい、自分の中ですごくいろんな言い訳を考えてて、うん、で負けた時どうしようって考えてた自分もいて、それがいたことがまず悔しいんです。いつも通りやろう、だからそうだよ、だからいつも通りやろうとしてる時点で僕の負けなんですよ。あ、練習を出そうとしたらそれは本番じゃないじゃないですか。練習じゃないですか、その時点で負けですよ僕の。自分その人との勝ち負けじゃなくて、はいはい、自分の中で負けです。3つ目のフリップジャンプの前、はい、フリップの前です。ですか、はい、何かこう自然な流れでいかないとかそういうのってのはあったんですか、ね、6分間練習のフリップの前はさすがにビビりました。いないって分かってるんですよ。気配感じないし風も感じないし、ほらフィギュアスケートって結構ブンブンいってるんで、はい、結構風通ったりするんですね。全然気配とかもないのに、はい、どうしても後ろ見ちゃうんですよ怖くて。自分入る前に本当はこっち側を見て、うん、アピールしてからこっち入るのに、はい、もうずっとこうやって見てるんですよ。もうそれでパンクして、あ、ビビってんな俺とかって思って笑ってたりもしましたけど、もうやっぱいろんな声が聞こえたんですよ、ええ、いろんなほらすごく自分でも驚くぐらいワイドショーになってて、はい、いろんな人たちが、はい、ほらもうあれはフィギュアスケートの問題じゃなかったんですよ。一スポーツの状態としてあれを出すのはどうなんだと。でもいろんなこと考えてやっぱり反省したんですよすごく、はい、でも僕たちはあの時信じるしかなかったから出たわけで、こうやってせっかく結果もいただけたんだから、はい、じゃあ次のこと考えようと思って、で初めて降臨、本当は1週間しっかり安静して、うん、で痛み引き始めたら徐々にリンクに乗ってもいいよっていう話になってたんですけど全然引かなくてで結局10日間滑れなくて、でも NHK 杯ちょっと考えるんだったら、はい、ちょっとでも乗んなきゃダメだねっていう話になって10日後に初めて乗ったんですけど、もう絶望しました乗った時にもうダメだって思いました。初めて自分から、はい、自分の親に、多分初めてだと思います。試合っていうか弱音というか、うん、まず諦めるということをしたのが出ないって言いましたもん、あの時。もちろんプライドはかかってますよ、はい、もちろんそのプレッシャーもすごくかかってるし、はい、ああ情けないなってすごく自分で思うんですけど、うん、それよりもまずそんなこと考える前に、ええ、プライドとか何よりもまず課題が見つかって、うん、次の試合いけるって、次のもう一個の課題を克服するチャンスが来たっていうのは、それはもうただただいつも思うようにこんな恵まれたことはないですよ。こんなにもたくさんの課題をもう立ちはだかる、どんだけ高い壁が用意されてんのってくらいもう高い壁いっぱいあるんですよ。課題好きですか。もう課題大好きです。大好き。だってそれ乗り越えたら絶対その上があるわけじゃないですか。そしたらまた上があるし、何にこだわってるのかみんな分かんなかったんです。別にだってみんな休むんですもん、うん、オリンピック金取った人は。だから本当は休もうと思ってました。あんだけの、まあ、まず腰痛から始まり、はい、そうですよね。中国出てこれはマジ本当にこれは本当に休めってことだなって思って、
これで、ね、もしグランプリファイナル行けなかったら、うん、これはもう全日本に向けてしっかり休めと、うん、神様が言ってるんだなと思ったんですけど、うんうん、出れたんで、だからちゃんと乗り越えてみせろよって言われたんだと思います。うん、